トーマス・セイバリ、トーマス・セイバリ、トーマス・セイブリー、1650年スろ -1715 年正しくは、トマス・セイバリは、イギリスの発明家、技術者、軍人、商業的に使用された最初の蒸気機関を発明したことで知られている。トマス・セイバリは、イングランド南西部のデボン州、モットベリーで生まれた、軍事技術者の専門教育を受け、 順当なコースでトレンチマスターとなったこと、後年、海軍省商病者委員会に属していたこと以外、あまり知られていない、彼はキャプテンイバリと呼ばれていた。キャプテンの故障については、海軍の大佐であったとの説、当時のコーンウォールの交付の間では、技術者はキャプテンと呼ばれていたとのなどがある。当時の軍隊では、技術者の役割は、あまり重要視されていなかった。しかし、 彼は機械に関する興味が高じて、物理的な知識を身につけ、自由に使える時間を手術の機械の実験に費やすようになった。聖バリーは1696年に板ガラスや大理石などを磨く機械の特許を取得した。同じ頃、船舶推進法に関する論文を発表した。その論文にはキャプスタンでマースガイリンも含まれており、イギリス海軍へ、 その採用を提案した。しかし、海軍調査官、エドムンド・ガンマーの否定的な意見に従って、海軍本部で不採用とされた。聖バリは、鉱山地帯の近郊で育ったという環境もあって、当時の鉱山で排水が大きな課題となっており、甲府らが大きな危険と困難に遭遇していることをよく知っていた。このために蒸気の力を用いることを考え、そのために、 多くの実験をした。彼は、十分な設計をもとに火の機関、と称する蒸気機関、溶水ポンプの模型を製作した。1698年にハンプトンコート宮殿で、国王ウィリアム三世を前に実演し、その成果もあって、同1698年7月25日に、その特許が認められた。また、翌年にはそれを王立協会で実演して、好評を得た。 1702年に、その解説書、甲府の友、または、火で溶水する機械を出版し、約束していた国王へも検本された。聖針は、その中で機関の構造や、操作方法をこと細かく説明した後、応用できる用途として、次を列挙している。聖針の特許は、火力によって溶水する装置という、極めて広いものであったため、 これ以降のイギリスの蒸気機関開発に大きな影響を与えた。その有効期限は当初14年であったが取得翌年の1699年に21年の延長が認められ1733年まで開と、なった。あとの1712年にトマスニューコメンがより進んだ蒸気機関を開発したがセイバリの特許を使用しなければならなかった。この蒸気機関は レシーバーと称する容器内の水を直接蒸気で押し出し、その凝縮による真空で新たな水を吸い上げるという動作を繰り返すことにより溶水するものであった。この装置自体は原理的にも技術的にも未熟であり、損失が大きいのに加え、当時の技術水準では高圧に伴う破裂の危険を常に抱えていた。さらに、鉱山で使用するには、 坑道の深い位置に設置せねばならず、故障や事故時には水没して、補修、回復が困難となった。生バリ機関は、コーンウォール州の鉱山地帯で数台建造された。最初のものは、ヘルストンから数キロメートル離れたブレッジの鈴鉱山で建造されたものであり、当初は有効に排水を行っていた。しかし、行動が深くなるにつれ蒸気圧を高くせざるを得なく、 なり、しばしば破裂事故を起こし、やがて、入メ面機関にとって変わられた。また1705年に、スタッフォード州ウェンズベリ近くのブロードウォーターの炭鉱でも、聖バリ機関が設置された。ここは、その数年前に急な出水に見舞われて、水没していたが、聖バリが採用したすべての方法はうまくいかず、結局、排水力を増すために、蒸気の圧力を高くして、 大爆発を起こし、彼は撤退せざるを得なかった。テムズ川からロンドン西部へ給水する目的で、セイバリはヨークビルディングに機関を建造したが、ここでも彼は成功しなかった。用水量を増すために全ての部分を2倍の大きさにしたが、そのために多くの不具合が生じ、一つのミスが装置全体を動かなくした。彼が、 初期の比較的小型で単純な機関で得た信用は、後半の機関により失われていった。結果として、生バリ機関の用途は、噴水への水供給、紳士の屋敷への給水、及び、上掛け水車を動かすための用水に限定されていた。生バリ機関を改良する手術の試みが、ベンジャミン・ブラッドリー、ドゥニー・パパン、ジョン・デ・サグリエなどによりなされたが、根本的な改良は、 入庫面の期間が現れるまでなされなかった。聖張りのその後の生涯については多くは知られていない。書籍に書き込まれたメモの中にトマス聖張り技術士官1702から14との記載がある。1702年にスペインを追い継承戦争時に海軍省に傷病者委員会が設置されていたが、1705年にその収入薬が死去し、 セイバリがその公認の職を得た。同じ年、王立教会のフェローにもなった。この頃、セイバリは彼自身の機関を鉱山に設置するのを諦めたとされ、他方では、ダートマスで別の蒸気機関の開発を行っていたニューコメンに会い、セイバリの特許の下で機関を開発する用同意を得たとされている。スペイン王位継承戦争が終わり、1713年にセーバリは、 委員会の職を解かれ、2年後の1715年5月15日に死去した。彼の死後その特許権を、ジョイントストックカンパニー、日による、溶水の発明の所有者団が、未亡人を介して取得した。ニューコメン期間は1712年以降、生ばり期間として、英国とヨーロッパ大陸に普及したが、この会社は、ニューコメンが死去した4年後の1733年まで、 全ての入庫面機関の建造と運転に関わる特許権を行使した。聖バリは無風時の海戦での経験をもとに、原則にパドル、かよ、放射状に取り付けた車輪を回して推進する船、後世の外輪船を考案した。その採用を海軍本部に提案したが、採用されなかった。彼は霊遇されたことにひどく立腹したとされ、その後、小さいボートに、 小型の装置を取り付けて、テムズ川で実演した。そのボートの断面図を右に示す。彼自身が述べたところでは、8名の乗員がキャプスタンを回して、ボートを動かし、全セールを開いた、ケッチ、日本マストの小舟や、その他の船を追い越した。監修は、その装置が有用であると称賛し、新聞はそれを大きく取り上げた、とのことであった。彼は、 その政策に、すでに当時の200ポンドを出費しており、それ以降、外輪船を諦めている。S ス,スマイルズは、当時の大きな軍艦を扱うには、人力に頼っている限り実用性は疑わしかったで、あろうと評している。聖リが、甲府の友で解説している、蒸気機関の外観と断面を右に示す。機関は主に、ロエーを含むボイライル。 蒸気で水を出し入れする二つのレシーバー P、それにつながる吸い込み管 T と吐き出し管 S。レシーバーに冷水をかけるための水槽 X と蛇口管 Y などで構成されていた。その原理は、レシーバー内に溜まっている水を蒸気の圧力、当時は男性と呼ばれたにより、吐き出し管へ排出し、レシーバーを冷水で外部より冷却することにより、蒸気を凝縮させ、吸い込み管から、 低所の水を吸い上げ、大気の断性で押し上げ、この動作を繰り返すことにより溶水する。同書に記載されている、その他の構造上の特徴では、等の工夫がある。その操作及び動作は、以下のようになる。当時、鉱山の排水のために、似たような多くの方式がすでに持ち込まれて、失敗していたので、鉱山の関係者は、新しいプロジェクトを、 疑いの目で見るようになっていた。聖バリは、甲府の友の中で、彼の日の期間は、単なるプロジェクトでなく、真に実用的な期間であることを説得するために、誰にでもわかるように、今節丁寧に説明している。また、13から14歳の少年でも、数日の教育を完了すれば、運転することができると強調している。聖バリより36年前の1662年に、 ウスター公爵、エドワード・サマセットが主々のアイデアを発表した本の中に、セイバリの蒸気機関とよく似たアイデアが掲載されており、セイバリ機関はその表節であるとの説もある。しかし、ウスター公爵は蒸気の圧力で水を排出するだけで、凝縮を用いて吸引する案は持っていなかったし、何よりも実動する機関を作ることは全くできていなかった。セイバリは、 パパンの蒸気機関をヒントにしたと述べているが、セイバリはパパンと異なって、ピストンとシリンダーを採用せず、また大気圧以上の蒸気の圧力を利用した。構成から見ると、ボイラーを別個に設けたことを除くと、原理的にはパパンの方式が優れていたが、機関の完成度はセイバリの方が高く、パパンも、その後、セイバリの方式と類似の模型を製作した。 その後に開発されたニューコメン機関が結果的に両者の利点を引き継いだ。聖張りの蒸気機関には重大な問題がいくつか存在していた。聖張り地震による改良の記録は残っていないが、その後何人かの人々により、これらの欠点が部分的に改良された。1718年にジョン・デ・サグリエは聖張り方式を改良した機関を作った。 彼は、生バリ期間では、レシーバー内の冷水を蒸気で押すときに大量に凝縮して大きな無駄が生じていることを突き止め、ボイラの圧力の低下を抑えて、水の排出に要する時間を短くする工夫を行った。レシーバーを1個だけとし、さらに、ボイラとレシーバーの最適な溶石費を求めた。また蒸気を凝縮するための冷水を、レシーバーの外面でなく、 レシーバーの内の蒸気中へ直接噴射するように改良した。安全弁はすでにパパンにより発明されていたが、正バリは用いようとせず、正バリ機関は破裂事故をたびたび起こしていた。デッサグリエはボイラに安全弁を取り付けた。デサグリエによる改良機関を渦に示す。デサグリエは1718年以降にこれらの改良機関を7台建造した。 その中には、ロシア帝国のピョートル一世のために建造したものも含まれており、いずれも庭園等への給水用のものであった。彼は、用ほどを高くすることも吐き出し量を大きくすることもしようとはしなかった。当時普及し始めていた入古面機関と比較すると、小規模な用途では改良したバ割機関の方が適していると述べている。整割機関の中には、水車と組み合わせて、 水量の得られない場所での動力源として用いられたものもあった。この場合は水車の回転で機関の便操作を自動化することが容易であり、当時のランカシャーのマンチェスターや他の場所で初期の大規模工場や面加工場機械設備を動かすために建造されて何年も使用され続けた。渦はジョシュア・リフリーがロンドンのミスター・キアの大規模工場で 旋板などを回すために建造した機関の中央断面図を示す。その構造と動作の概略は次のようになる。このような機関は石炭が安価に手に入るところでは有効に使用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。